毎年全国各地から多くのランナーが集まるふくろいクラウンメロンマラソンがきょう、ふくろい市で開かれました <laughs> 今年でで34回目を迎えたふくろいクラウンメロンマラソンには北は北海道、南は沖縄からおよそ1700人のランナーがエントリーしました。距離はハーフマラソンのほかキキロとキロとがあり 参加者はそれぞれ自分に合った距離で冬晴れの下駆け抜けました沿道では多くの人が懸命に声援を送りランナーの走りを後押ししましたハーフマラソンの参加者には後日クラウンメロンがプレゼントされるということです